透明袋を使って変身お絵描きをしましょう。白黒の模様からカラフルな絵が出てきます。まずパンフレットなどを入れる透明な袋を用意します。ここに白い紙を入れます。袋の口は少し短い方と長い方がありますので、短い方に黒で模様を描いていきます。みんなで作る場合は自分の名前を書いておきましょう。少し内側に入ったところにぐるっと線を描きます。これより内側に模様を自由に描いていきます。模様ができたら乾かします。乾いたら中の白い紙を取り出して裏返しにします。名前が反対から見えます。ここにカラーペンで模様を描いたり色を塗ったりしていきます。カラーペンの先が汚れないように薄い色から描いていきましょう。出来上がったら乾かして中に白い紙を入れます。こうすると白黒の線だけが見えます。下に白い紙を敷いてゆっくりと中の白い紙を抜き取るとカラフルな絵が出てきます。引き抜きやすいように端にセロテープなどをつけておくといいです。たくさん作ったものを貼り合わせましょう。It's showtime! 抜き取っていくと次々とカラフルな絵が飛び出します。抜き取って透明になったものを窓ガラスに貼ると光が透けて
ステンドグラスのように見えます。みんなでワイワイ楽しく描いて遊んだり飾ったりしましょう。